さあ、では少しね、休憩を挟みまして再開していこうかなと思います。では、ナイクスの日本支部行きましょう。ここでしぐれの死体が発見されたのは2日前。まだ捜査が続いてるんだね。で、ここで何をするつもり？こんなところにアマメが来てるはずもないし。僕はマメちゃんがいると思ってここに来たわけじゃないよ。ナイクス日本支部に行くと、そこで貴重な情報を得るだろう。その貴重な情報とやらはここに？わからないけど、とにかくいろいろと調べてみよう。調べますか？まさか。まさか。またできるのかな？まずは、この辺りをね、まず調べていこうかなと思います。よっぽど大丈夫かな？よし、行きますか。ウィンクシンクで。難しい。実に難解な問題だ。確率的に可能性が高いのは一体どのマッチングアプリを選べばいいんだ。さあ、では名前を聞くで。でしょうね。なんとなく察しはついてましたよ。やっぱね、もうあったらもう やりたいじゃないですか。まあたまにはいいんじゃないですか、こういうの。お約束って言うんですかね。お約束ですよ。割と期待してる人もいるみたいですし、悪くないと思います。で、私の名前ですが、鏡さんですよ。お前が言うな。お前が言うな。あれれ、もう忘れちゃったのかな。しょうがないな。私の名前はカガミだよ。カキクケコのカ、ガギグゲゴのガ、ミミズ千匹のミでカガミだ。とんでもないボケをまずできましたね。彼の名前もう覚えた。聞かなくてもいいと思う。からの、よし、わかりました。それじゃあ、リュウキさん、私にニックネームをつけてください。お願いします。そうしたら忘れないと思いますから。ニックネームか。だったら分かりやすいのがいいですよね。そうですね。じゃあ、鑑識官の官の字を取って鏡っていうのはどうでしょう。ビーンビーン、お母さん。さあ、では行きますか。しぐれの死体はとっくの昔に搬送されていきましたよ、司法解剖のために。それにしても哀れですね。誕生日を目前にして殺されてしまうなんて。しぐれの誕生日は明日2月15日なんですよ。15日なんだ。このナイクス日本支部ではそれをお祝いするための盛大なパーティーが予定されてたみたいで、さぞかし無念だったでしょうに。さあ、では、マメちゃんのこと。この子を知りませんか？なんか、すごいことやったな、今。土井アマメという名前の女の子なんですが。ああ、知ってますよ。散歩家で働いてるマーメイドの子でしょ？そうですけど、なんで知ってるんですか？え、いや、その、あのお店、何度か行ったことがあるんです。若い女性の生活に関する視察調査の目的で。監視官が？いろいろと見聞を広めておくことは監視官を養う上で重要なんですよ。かなり苦しい言い訳ね。で、彼女今どこにいるか分かりますか？さあ、さすがにそこまでは。ただ少なくともお店に出勤してるってことはないと思います。別の女の子から聞いたんです。
マメちゃん最近体調が悪いみたいだって。まあ確かに散歩系にいるって可能性は低いかもね。マメちゃんはあのスタジオでテアラーに会い、その直後にコメジさんの死体を目の当たりに。まともな神経をしてたら出勤なんてするはずがないから。さあ、ということで続きまして、警官さん行くか。アンパンマン元気1024倍。1024倍。アンパンマン、わーい、アンパンマンだ。アンパンマンだ。で、何か分かったことはありますでしょうか。いえ、これといって重要なものは。マメちゃんの居場所について心当たりは。マメちゃん、この子なんですけど。申し訳ありません、特に思い当たることは。そうですか。さあ、ではキズさん行こうか。地下の空間は知られましたか。うん、それって深さ50メートルの地下にある大聖堂のことか。あそこは今立ち入り禁止になってる。天井が完全に崩落する恐れがあるとかで。じゃあ箱についても調べてないんですね。箱？あそこにあったんですよ、中に奇妙な装置が入った箱が。タマ、箱の画像を見せてくれる？それがないのよね。ない。え、リュウキ、その大聖堂ってところに行った時、橋の上から落ちたんでしょ。その時の衝撃で私の内部メモリー全て吹っ飛んじゃったみたいなの。復元できたのはこの被災室で、しぐれの右半身を発見したところまでで。どうして？多分だけど、そこって深さ50メートルの地下にあったのよね。だとしたら電波が届かなかったのかも。そういえばあの時ネットワークには接続できないって。だからよ、そのせいで大聖堂にいた時のデータはクラウドにアップできなかったの。そうか、データないのか。そんな。さあ、ではこの主催室に手がかりは。手がかりってわけじゃねえけど、一つ面白いもの。面白いもの。面白いもの。ちょっと準備に時間がかかるんだ。終わったら俺の方から声かけてやるよ。あら、すんだ。ゆうき、準備が終わったぜ。さっき話した面白いもの見てみるか。はい、お願いします。お願いします。じゃ、池の方を見てくれ。これはしぐれのホログラム映像だよ。デスクの引き出しに彼女のノート PC が入っててな。その中にこいつを表示させるアプリケーションがあったんだ。どうやら会員向けに作られた啓蒙用のソフトらしい。言うまでもないが、ただの記録映像だから受け答えができるわけじゃねえ。だが彼女のありがたいお説教なら聞くことができるぜ。ホログラムに向かってテーマを告げると自動的に関連するデータが再生される仕組みになってる。すぐに再生できるのは次の4つだ。下脱、ゲーム、色即是空、洞窟の日。他にもデータはたんまりとあるが、ローディングに時間がかかっちまうからな。なるほど。で、調べられますね。さあ、ではマメちゃんの居場所について心当たりは。あ、マメちゃん、この子なんですけど。いや、居場所はわかんねえな。そうですか。
さあではしぐれさん行きますか。色即是空。色即是空。空即是色。これは般若心経に書かれている仏教の根本教理です。色とは目に見えるもの、観測できるもの、すなわち全宇宙に存在する全ての物質や現象のことを指しています。空とは文字通り空虚なこと、実体のないうつろなもののことです。つまり色即是空、空即是色とは、この世の全ては虚構であり、虚構こそがこの世の全てであると言っているのです。また日本において仏教を広める礎となった聖徳太子も似たような言葉を残しています。世間故家、唯物是真。前半についてはあえて説明するまでもないでしょう。後半にある仏とはブッダ、サンスクリット語で覚醒、悟りのことを表しています。つまり世間故家、唯物是真とは、世界とは仮初めの虚構であり、唯一悟りだけが真なるものであるという。もう一つだけ例を挙げましょう。胡蝶の夢。これは道教の始祖の一人である宗師の有名な説話です。ある時宗師は夢の中で蝶となり、ひらひらと宙を舞っていた。そこで宗師は不意に目覚めたのだが、ここで一つの疑問が湧き上がる。果たして自分は蝶になった夢を見ていたのか、それとも今の自分は蝶が見ている夢なのか。このように昔から多くの偉人たちが同じようなことを考え続けてきました。そしてそれらの主張は2000数百年もの長きにわたり、代々人々の間で語り継がれてきたのです。なぜでしょうか。そこに一つの真理が隠されているとは思いませんか。さあではどうしようかな。次、洞窟の比喩。洞窟の比喩とは古代ギリシャの哲学者プラトンが考えた例え話のことです。ある洞窟に鎖で縛られた囚人たちがいます。彼らは生まれた時からそこにいて、外の世界を見たことがありません。見えるのは目の前の壁面に映し出された二次元的な影絵のみ。それは洞窟の外にある草花や木々、飛び交う鳥の群れ、時折通り過ぎる鹿たちの輪郭によって形作られた影帽子です。けれど囚人たちは外の世界を見たことがないので、その影を実体だと思い込み疑うことがありません。そんなある時、一人の囚人が鎖をちぎり洞窟の外へと飛び出していきました。そこでは本物の草花が風になびき、本物の鳥たちが陽気にさえずり、本物の鹿たちが駆け回っていました。その時彼は生まれて初めて世界の実像を目の当たりにしたのです。感動に打ち震えた彼はすぐに洞窟へと引き返し、他の囚人たちに向かって言いました。今まで僕らが見ていた景色はただの影、虚像に過ぎなかったんだ。それらは外の世界にある真の姿とは全く異なったものなんだよ。しかし彼の言葉に耳を貸す者はいません。頭がおかしくなったのではと一生に伏すばかりです。さてこの比喩から分かることとは何でしょう。外に出た囚人は世界の真理を悟り、解脱したものといえます。ではあなたは薄暗い洞窟の奥で鎖に縛られたまま、空虚な幻影だけを見つめて一生を終えるつもりですか。それとも我々と一緒に。決断の時は迫っています。あなたの覚悟を
示してください。さあではゲームいきましょう。この世はシミュレーションだとすると、設計者は何らかの意図を持ってこの世界を構築したことになります。その意図が何なのか、我々には真の目的を理解することはできませんけれど、ある程度推し量ることならできないこともないかと。例えばあなたがある行動を試みて、それが理不尽な何かによって阻害されてしまったとしましょう。するとその行動は設計者の思惑に反するものだった可能性が少なからずあります。逆にある行動をして、それが人知を超越した何かによって推し進められていると感じたなら、それは設計者の意にかなうものだと考えてもいいかもしれません。まるで迷路に閉じ込められたネズミのようなものです。誤った道を進めば電流による罰が与えられるが、正しい道を進めばご褒美の餌が授けられる。そう考えるとこの世界はゲームであるとも言えるでしょう。難解な迷路から抜け出すゲーム、あなたにこのゲームが解けるでしょうか。おそらく設計者はそのことを望んでいるはずです。さあでは下脱いきましょう。下脱とはすなわち悟りを得ることに他なりません。煩悩の呪縛から解き放たれ、真の自由を手に入れることといっても、具体的にどういうものなのかイメージできる人はいないと思います。これは無分別地といって、自身が体験しない限り決して理解できないものだからです。例えば生まれつき赤という色を一度も見たことがない人がいるとしましょう。その人に赤とはどういう色なのかというのを言葉だけを使って説明するのは不可能です。赤の赤さは赤という色を見ない限り決して理解することはできない。それと同じことです。ではどのようにすれば解脱することができるのか。ヒンドゥー教の信者の中にはサドゥーと呼ばれる人々がいます。彼らは自らに苦行を課すことで解脱を果たそうと試みています。例えば何十年も片足で立ち続けたり、転がりながらインドア大陸を横断したり、針山のように並んだ釘の上で生活したり、何千万回も柱に頭を打ち続けたり。同様に仏教にも荒行というものが存在します。1日およそ50キロ、険しい山道を千日間歩き続ける、千日回放行。一切の食料飲み物を断ち、眠ることも横になることもなく、ひたすら真言を唱え続けるシム行。禅宗の開祖であるダルマ大師は9年間ひとときも休まず壁に向かい座禅を組み続けたと言われています。ところでどうしてこのような苦行をすると解脱することができるのでしょうか。苦しみによって煩悩が消え、雑念を追い払うことができるから。それもあるでしょう。あるいは苦行の果てに訪れる無感覚な状態、それが苦悩とは全て偽りであるという気づきをもたらしてくれるのかもしれません。しかし我々ナイクスは別の考えを持っています。ゲームのデバッガーがどのようにしてバグを見つけるかご存知ですか。壁の隅から隅まで体当たりしてみる、同じ単調な動作を何百回も繰り返してみる、普通なら行かない場所に行ってみる、何日間も操作を行わずに放置してみる。つまり普通にプレイしていたらほぼ行わないような行動をとってみるということです。これらはプログラマーの想定を超えた機械な振る舞いであるがゆえに、
設計段階では気づかなかったバグとして発見されることになるのです。さて、今の話何かに似ていると思いませんか？何千万回も柱に頭を打ち続けたり、9年間も壁に向かって座禅を組み続けたり、もしもこれらが設計者の想定を上回るものだとしたら、この世にはバグ、ほころびが生じることになります。要するに、ヒンドゥー教におけるサドゥも、仏教における修験者も、このほころびを生み出そうとしているということ。それを見つけ、真の世界に気づくことが悟りであり、その世界へと旅立つことこそが解脱であると、我々はそのように考えているのです。そう、ということで、すごいですよね。これがまだ一部ってことだよね。なんかロードができてないだけでってところですよね。もう十分です。ありがとうございます。ま、こんなもん何の手がかりにもなりゃしねえやな。そうとは限らないですよ。一見無駄に思える情報も後々になってから役に立つってことがありますから。生意気なこと言いやがって。とにかく甘めに関する情報は何も得られなかったわね。そうですね、豆ちゃんに関する情報はなかったですね。他を当たってみましょう。そう、では移動しますか。熊倉組の事務所行きましょう。やっぱ安定だよな、この音楽。おお、龍騎か、どうしたんだ。ちょっと聞きたいことが。さて、とりあえずまた調べますか。一つ、柿ピーの柿の種だけ食べるやつだしけと書いてある。水族館でイルカ見る。私ね、ソファーでするのが夢なんだ。何を明るく言ってるの。見て見て、ムササビ。ムササビ。今なんか聞こえたよね。何も。ねえ、リュウキ、アイヌ語で村のことなんていうか知ってる？確か、コタンだったかな。じゃあ、アイヌでは、チョウチン村のことなんていうのかしら。ラッチャココタン？チョウチンは訳さないで。じゃあ、チョウチンコタンかな。もう一度。チョウチンコタン。かわいい。何がかわいいの？やっぱね、めちゃめちゃ引っ張るよね、このネタ。しようと思ったんだけど、セキュリティが強力で突破できないわ。まあ、2、3分かければ楽勝だけど。別に頼んでないけど。もう多分ね、データ見たところでイリスちゃんの予定がわかるみたいな、そんなところじゃないかなと思うんだけど。よし、では話しかけますか。ウィンクシンクで。ああ、長いました。アセトンちゃんからチョコもらえますように。アセトンちゃんからチョコもらえますように。アセトンちゃんからチョコ。くそー、3回言えなかったじゃん。どんまいすぎる。さあ、では
HB 事件に関する情報。そんなことなんで俺に聞くんだよ。暴力団は裏社会のことに詳しいでしょ。だから何か知ってるんじゃないかと。どんな些細なことでも構いません。噂話でも何でも。噂ね。ああそういや、うちの上部組織の宇治崎一家、そこにナイクスの幹部連中とつながってるやつがいてな。そいつから聞いた話なんだが、ナイクス日本支部の主催しぐれ時子は前にホラケンの所長ホラドリチカラと交際してたって噂が。え？と言ってももちろん最近のことじゃねえ、何十年も前の話だ。その時しぐれは主催じゃなくて普通の一般的なナイクスの会員だった。一方ホラドリの方はナイクスの上層部にまで上り詰めていて、その権力を使ってしぐれのことをたぶらかしたらしい。当時しぐれは20代、とびっきりの美人だったみたいだぜ。だが若さゆえってやつなのか、彼女は世間知らずで無垢だった。だからホラドリの口車にまんまと乗せられ騙されちまったのさ。その時ホラドリは既婚者で、すでに子供もいた。つまりしぐれはホラドリの愛人、二人は不倫関係にあったってわけだ。結構気になる情報だよね。しぐれさんってなんか子供の情報というか、そこが謎になってるみたいな描写ってなかったっけ？どうでしたっけ？さあではしぐれとホラドリのこと。今話したことが全てだ。それ以上は分かんねえ。その辺と関係してくるか。ただホラドリに関する怪しい噂ならもう一つだけ。これもかなり昔の話になる。今から数十年以上も前のこと、ホラドリは全国各地の児童養護施設を回って、そこの子供たちからあるもんを採取してたらしい。あるもん？ DNA のサンプルだ。遺伝子治療の研究のためとかなんとか言ってな。だが本当のところはわからねえ。何かいかがわしい実験にでも使ってたんじゃねえか。ホラケンは相当ヤバい研究所だったみてえだから。さあでは調子はどうですか？気分だったら悪くねえよ。今夜アセトンちゃんのバレンタインライブが。それは楽しみですね。確かにそのことを考えると胸のときめきが止まらなくて。もうわさワクワクするな。さあではマメちゃんのこと。それってどういうアマメちゃんのことか？アセトンちゃんの友達の。ええ、やっぱり知ってましたか。もちろんだ。アセトンちゃんのことで知らないことはなんもねえからな。でマメちゃんがどうしたって？彼女事件に関する重要な情報を知ってるかもしれないんです。それで彼女を探してるんですが、どこにいるか知りませんか？悪いが見当もつかねえな。そうですか。そうですか。それにしても次の場所かな。しぐれとホラドリが不倫関係に。気になるよね。それとホラドリが採取したって、そっちもね。 DNA サンプルの件も気になるわね。とにかく考えるのは後にしましょう。そうだね。まずはマメちゃんの居場所を突き止めないと。さあでは移動しましょう。代々木公園だね。アマメ、ここにはいないみたいだけど。でもちょっと待って、あそこにライアンが。ライアンさんいるんだ。おお。
ライアンは絆の御囚心、その絆はアマメの友達だから。うん、もしかしたらマメちゃんの居場所知ってるかも。聞いてみましょう。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。